乱闘騒動クロコードが1日遅れの右で初防衛 SPN3 時格の違い見せつけた。前日軽量で素手服を放った王者が右アッパーで致命傷、12回 TKO 勝ち。ボクシングの WBO 世界ウェルター級タイトルマッチは13日日本時間14日3階級制覇王者テレンス・クロフォード米国が27戦全勝のホセ・ベナビデス米国を12回 TKO で下ろし初防衛に成功。米大手興行主トップランクは強烈な右アッパーで顎を打ち砕いてタンを奪い、最後は猛烈なラッシュを繰り出して勝負を決めた瞬間を動画好きで公開し、米メディアも格の違いを見せつけたと速報している。1日遅れの右が強烈に炸裂した。最終12回。残り1分を切り、クロフォードが牙を剥いた。ワンツーから右アッパーで相手の顎を打ち砕く。これにベナビデスは膝から崩れ落ち、ダウンを奪った。13,323 人が熱狂に沸く会場。さらに起き上がった挑戦者に対し容赦なく猛ラッシュを浴びせた。たまらずレフェリーが試合を止めた。勝負が決した瞬間だった。前日計量のフェイスオフの際に素手で右フックを放ち、ベナビデスが避けたが、これが大きな波紋を呼んだ。戦前の乱闘騒動から火花がバチバチと散った一戦、前日は空振った右で致命傷を与え、タイトル初防衛に成功した。トップランク者の公式ツイッターは勝負が決着した瞬間を動画好きで速報。全米にセンセーショナルな幕切れを伝えている。